長つ町市付近二つ井バイパスは、秋田県の白市二つ井町切井市から同市、二つ井町省修るまでを通る国道7号のバイパスである。1995年に全線共用したが、日本海沿岸東北自動車道に並行する国道7号の自動車専用道路として2017年頃に再事業化する予定である。二つ井バイパスが開通する前の国道7号は、 現在の秋田県道三百二十二号木見町坂、公園蘇葉里湖線、秋田県道三百十七号西目や二つ井線の一部の区間で山本郡二つ井町霧石から米代川を渡り、JR 二つ井駅前から米代川沿いに道長省茂るまで通っていた。特に二つ井町に上場、道長省、茂の間は古来から宇州街道の中でも徒歩道がなく、 一里の私と呼ばれる船で往来していた難所であった。現代でも二ついバイパスが開通する前は国道7号は通っているものの道路の道幅を広く取れず大型車のすれ違いができない難所であった。そこで南関の君町坂をトンネルと橋でバイパスする経路を1975年に計画し二つ井町に上場から小茂間を君町バイパスとして百七十九年に 供用開始した。約1 5キロメートルの短い区間であったが、工事が3年半にも及び、トンネルの掘削工事にとっても難所であった。なお、旧道は、現在の秋田県道322号君町坂、公園蘇波里湖線の一部になっている。続いて、翌年には、第二次改築として、 二つ井長ー石から二条条間を一部高架橋で事業化して1995年に暫定に車線で全線共用し、すでに開通している君町バイパスと合わせて二つ井バイパスとした。この時の旧道になった部分は現在の秋田県道317号西目や二つ井線の一部になっている。今後は日本海沿岸東北自動車道の基本計画区間の一部として、 二つ井今泉道路が共用後の2017年度頃に再事業化し、秋田自動車道二つ井白上 IC から連続する自動車専用道路になる予定である。終点では、同じく2012年度から事業化する国道7号、二つ井今泉道路から、秋田県道325号、大館の白空港再線及び高野洲西道路を経由し、高野洲大館道路へ連続する予定である。 君町トンネル起点、終点を含む交差点とランプは、日本海沿岸東北自動車道への改良工事後に、それぞれインターチェンジとして共用予定である。ありがとうございます。